ミサイルパーンと撃つとですね、いろんな形でチェックしてますので、数分後にはほぼどこに落ちるかって分かるんですよ。今回は日本の方に飛んできて上飛ぶけど、日本には落ちない。太平洋の方に行くっていうのは分かったので、自衛隊は撃ち落とさなかったんです。ただ上を飛ぶんで危ないんで、J アラートということで、大体北海道かな、青森かな、はい、なぜかというとですね、北朝鮮も気を使ってまして、津軽海峡って実はあそこは国際海峡なんですよ。そうなんですよ、ね。ですからね、あの国際海峡の上をおそらく意識してあの辺撃ってくるんですが、そうはやっぱり1000キロ上ですから簡単に行かないんで、一応 J アラートは初め北海道、その後青森、まあ、この辺まで良かったんですが、なぜかあの東京のですね、島しょ部まで入っちゃって騒ぎになりましたんで、まず反省点は J アラートを出すとしたら正確に出さないとかえって不安を煽ってしまう、まあ、そういうことがあると思います。前回5年前に日本を飛び越す打ち方を同じようにしたんですよね。であの時私防衛大臣だったんですよ。ですから実は対応はよく覚えておりまして、何をしたかっていうとですね、まあ、ちょうど核実験も行われて上も飛ばされたもんですから、うんうんうん、米軍に話してですね、でまずやってくる相手に圧力かけようということで、日本海にアメリカの原子力空母3つの艦隊を入れたんです。実はあの原子力空母1つの艦隊1隻だけでも、そこにはあの戦闘機や攻撃機が乗ります。大変な能力です。さらに海の底にはまあ護衛のためを含めて原子力艦船もいますし、それからイージス艦もたくさんつきます。ですからその1隻の艦隊だけでも兆円規模のアセットなんですよ。それが3つ展開をしてる。3つも展開してた。それを日米で共同してやったので、まずそれで北朝鮮はですね、まあ、正直言うと多少ビビったと思います。ビビった、ね、さらにですね、実はアメリカもですね、いろんな爆撃機を持ってるんですが、中にはあのステルス爆撃機ってレーダーに把握されにくい、そういう忍者みたいな爆撃機がいてですね、それを日米で共同で、で最後はその爆撃機をそばまでスーッと行かせて、そういうことをしましたって北朝鮮に知らせたらですね、そこから金正恩、まあ、総書記はしばらく外に出なくなった。要するに消息不明だったんですよ。相当あれで圧力をかけたんで、今晩、岸田総理とバイデン大統領が電話会談すると言ってますので、アメリカのしっかりとしたアセットを展開して日米のメッセージを出すためには、言葉だけじゃなくて行動で示すってことが大事だと思います。いや、言うだけって言われてるっていうふうに思ってるから。いやでもこれ防衛大臣経験者じゃないとなかなかこれだけの話は言えないし、今から5年前に起きたことというのは、核実験やって日本を上の上を飛ばしたということと、ICBM 級のミサイル実験を北朝鮮やったんです、はい、それはボーンと撃って4000キロというすごい高い上に上げて、そしてこう落としたと、これを平らに伸ばすとおそらくアメリカ本土まで届くねっていうところまでやったんです、はいはいはい、でその結果何が起きたか、確かにアメリカの空母弾薬も行きましたし、いろんな演習もしたんですが、最後はトランプ大統領は金正恩と一対して対話をする形になりました、おそらく金正恩からすると核も使い、日本の上を飛ばし、ICBM の実験をすると、アメリカの大統領は少し経ったら会ってくれる、もしかしたらそれが成功体験体験かとしたら、今度バイデン大統領になって、今は全く没交渉になっていて、でみんなウクライナウクライナって言っていると、俺はどうしたんだっていうことがもしあるとすれば、気を引くってことですか、こともないとは言えないので、これから気をつけなきゃいけないのは、5年前は日本を飛ばした後に ICBM の実験もやりました、アメリカまで届きますと。それからもう一つ、やはり核実験ですね、5年前の核実験は威力、破壊力は広島に落とされたのの10倍だったんですよ。ですから水爆とも言えるような怖いものでした、動力は証明した、あとはそれを小さくして、この核弾頭に乗っけて小さくして撃てるかどうかなので、この小さくした実験をもう一回どっかでやんなきゃいけないんですよ。流れから言ったらやりかねないなと。それも、中国には気を使いますから、今月の16日以降、中国の共産党大会が終わった後、スケジュールからするとアメリカの議会の中間選挙があり、その後あの G20 っていう首脳が集まる会議があります、まあ、そういうその国際社会でいろいろ目を向いているときに注目を浴びるようにするんじゃないかなとか、まあ、あくまでも推測でしかありませんし、ただ警戒は持っておいた方がいいと思います。